はいどうも皆さんこんにちは。焼けたなぁ。はい、ということでジギングから帰ってきました。釣果がこちら、ガンゾウヒラメとマダイですね。この魚僕初めて釣ったっていうか初めて見た。結構市場ではね安く売られているみたいです。どんな味がするんだろう。まあマダイもね綺麗な色してますよ。やっぱりマダイですね、魚の王様。よし、じゃあこちらをね、まあ2つともお刺身にしていきたいと思います。今日は久しぶりに姿作りでもしようかな。家庭で鱗取るときはシンクの中で水を流しながらやると鱗が飛び散りません。多少はね飛び散りますけど、だいぶ軽減されはされますね。ガンゾウヒラメはだいぶ鱗が細かいですね。これなら飛び散る心配はほぼほぼありません。すごく取りやすい。結構ネバネバっすね。なんかカレーみたいなネバネバは出てくる。ヒラメ、普通のヒラメよりも。はい、じゃあまずタイから三枚おろしにしていきます。で、この天然のタイの中ってよくやつがいるんですよ。この大きさのタイにはあんまりいないかな。エラと一緒にいないですね。いない、エラにはいなかった。だいたいねエラにいるんですけど、タイノエっていうね寄生虫が。ということは口の中にも、あ、いませんね。いないようです。今回は寄生虫いませんでした。頭が取れました。この頭は姿作りに使うので取っておきます。胃袋は何にも入ってなさそうだな。ちっちゃい、空っぽですね胃袋は。はい、一回まな板とお魚を洗っていきます。はい、じゃあ3枚におろしていきます。やっぱ鱗取るとおろしやすいな。一発目がスッと入るもんで、鱗取っちゃうと。こんな感じの身ですね。美味しそう。ちょっと一日経っちゃってますけど、ちゃんと締めたから全然身はプリプリですね。はい、これでタイの 1,2,3 枚おろしの完成。腹骨を取っていきます。今日は姿作りだもんですから尻尾も使うので尻尾だけ切っておきます。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでね、両面できましたら2つとも塩水処理していきます。
お、油浮いてる。油乗ってるんだね。はい、じゃあ次はね、この肝臓ヒラメを姿作り用におろしていきます。頭と骨と尻尾全部つけたまま身だけおろしていきたいと思います。さあ、久しぶりやな。去年のヒラメ釣った以来だから自信ねえな。まずここで切れ込みを入れて、ここにヒラメと同じようにね、一本線があるんで、ここに沿っておろしていきます。綺麗な身だよ。卵がね、もう空っぽですね。肝もでかいですね。ちょっとなんか臭いです。胃袋が臭いですね。胃袋なんか食ってそう、臭い。はい、こんな感じ。こっちの身ちょっと赤いですね。どういうこと？同じように切れ込み入れて、あー、胃袋つぶしたな、くせ。ダッシュで下ろします。この音いいよね、ヒラメの。真っ白。じゃあね、一回ちょっと洗います。はい、こんな感じでね、ヒラメのごまおろしができましたと。じゃあこいつらをね、皮引きしていきます。ほい、一つ目、なんか皮目がすごい普通のヒラメとかと違う、カレーに近い感じがする。ほら、なんか違う、スベスベしてる。スッといったね。おお、すごい、皮目の模様が全部。これも綺麗にできました。じゃあこいつらも塩水処理していきます。はい、でね、身がちょっとぬめっとしてきたら塩水処理 OK です。塩水から取り出して十分水気を取っていきます。はい、じゃあお刺身を切っていきます。まずヒラメからいきますね。これ縁側、縁側は縁側で後で盛り付けます。で、タイは真ん中に中骨があるので、これを取り除いていきます。できねえ。縁側どうしよっかな。はい、完成ということで、久しぶりにお刺身作りました。いただきます。いや、あのね、わかめとか、なんかこうレモンの香りがすごい、なんかいい香り。まずはタイからいこうかな。
安定安心のタイから食べていきたいと思います。このマダイいい意味してるでしょ。いただきます。うん、いやでもやっぱ自分で釣ったタイはうまい。ガンゾウヒラメ全く未知数です。僕ガンゾウヒラメはこんな身してます。結構滑らかですよ。いただきます。うん、なんか普通のヒラメよりも魚の旨味自体がちょっと薄いですね。でも普通に白身としては美味しいですよ。全然臭みもないし変な癖もないもんで全然食べれます。全然美味しいです。じゃあこの縁側いただきますね。縁側の方がちょっとコリコリしててやっぱ美味しいですわ。じゃあね、ちょっと見てわかる通りこれね、一人じゃちょっと多いもんですから、ちょっとラップして冷蔵庫に入れて明日また食べます。ちょっと頭とかだけね、ちょっと捨てて身だけラップして明日また食べたいと思います。ごちそうさまでした。じゃあまあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回、乞うご期待、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。